こんにちは、サムさん、英文法の時間がやってまいりました。本日の問題はこちら、10秒間でお願いいたします。さあ、正解は、まあ、A のような感じがしますよね。まあ、確かに皆さん、これ空中の左が Regarded を見たら、後ろは A as B。 そうです、なんか有名な熟語はありましたね。で、もう少し一般化すると、皆さん、リガード以外もですね、結構後ろ、A as B ありましたよね。ですから、動詞プラス A as B。意味はこんな感じでしたね。A を B と見なすとか、A を B と考える。で、皆さん、品質の動詞。頭文字書いておりますので、皆さん、思い出していただきましょう。まずは、有名どころ、regard。そして、think of。そして、look on。see, A as B。identify, A as B。まあ、これぐらいは覚えておいた方がよろしいかと思います。で、注意していただきたい点がございます。A と B の関係は、ニアリーイコールですよね。まあ、つまり、ほぼ言ってることが同じ。すみません、これ上戻してくださいね。空詞の左側は robot。で、空詞の右側は curiosity。選択肢の A の as を選んだ方。空詞の前後はニアリーイコールですか？もちろん、ロボットと好奇心ですから、ニアリーイコール成立しないですね。ですから、A は×。で、皆さん、選択肢の B と C の共通点、皆さん、矢印の向きがほぼ同じと考えていただいて OK かと思います。まあ、into は変化の into とよく言われますよね。で、選択肢 C toward は、うにゃうにゃの方向へ。ですから、これ空詞の左は、ロボットが空詞の右は、好奇心の方へ行くか。まあ、ロボットはロボット。curiosity は人間の気持ちですからね。ですから、左側から右側へ矢印は向かなさそう。ですから、正解は D。で、皆さん、これなら皆さん、好奇心を持ってロボットを見ました。意味内容をバッチリ。ですから、今日の問題は、regard A as B。あー、すが正解だと思って、この関係性、確認せずに A を選んでしまうと、ミスっちゃいます。まあ、そんなにいい問題ですね。では、画面を書き換えますね。さあ、復習しやすいような画面に書き換えました。スクリーンショットする方はどうぞ。で、あとは画面の右側ですね。皆さんの指などで隠していただいて。で、丸1番から丸7番。そこに貼る語句をスラスラ言えるよう活用なさっていただけますと幸いです。ということで、チャンネル登録もよろしくお願いします。